社会や美術への問題提起、あるいはメッセージや物語性のある作品。難しいですよね。だって社会の情勢とか、まあ、美術のその時の状況もその時その時でどん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 変わっていくから、はい、そこに関わる作品っていうのは移り変わっていくことが前提みたいになっちゃいますもんね。それまでアートというのは美しい作品をアートだ、うん、芸術だというふうにされてきたと思うんですけれども、うんうん、やはり現代アートとなった瞬間に単にこう美しいというだけではない世界、うん、あるいはその作品の形状の問題もよく馴染みのあるキャンバスであったり、うん、彫刻の作品というものだけではなく、こういった定義の中にある要素を含んだメディアアート、パフォーマンスアート、うん、ランドスケープアートといった形状も様々なものが生まれたというのが現代アート。なるほど。